もう100点満点中の点数を今日つけるとしたらこのカレー何点ですか？改良の余地があるとはいえ98点。はい、高い。よし。なんかすごい大事なものが足りてない。入れてみます。もう勘だからめちゃうまくなりそうじゃない、うん、鶏ガラピクルスの汁だけとか入れたいわ。本当にさ、うまいのよ。うまい。めっちゃ効いてるスパイス。あ、めちゃくちゃうまいわこれ。これは大きな一歩を踏み出したなっていう感じがします。偉大な一歩です。はい。あ、ゆすすいません、あのこの後ちょっとドラマ撮影が控えてまして。そんなに立て込んでるスケジュールの中。え、でもよかった、これ今日ピリッといけますわ。よっ、ピリッと、ピリッといきますよっ。次の現場でいいスパイス効かせて頑張っていきます。よっ、行ってきます。いやー、マジでできたな。お疲れっした。あ、持ってくんだ。お腹空いてたんだ。今日この後どうします、はい、ここあれなんですよ、下北沢の方で。下北沢ってカレー激戦区なんですよ。そうなんですか、はい、あのカレー食い行きましょう。何が足りなかったか緊急しに行かないと。あ、はい、スパイスカレー、はい、軸で。軸でもちろん。嘘でしょ、軸ですよこれ番組の。この辺が下北沢ですね。今日はなんと日曜ですから、もう人が多くて。ここはよく来るんですか、下北沢？そうですね、遊びに来る友達と。あ、プライベートで？何度かって感じです。東京来たのっていつぐらいですか？上京したのは19ですね。びっくりしたね。もうだって愛知県にいる時は自分の地元をそんな田舎だとか思ったことなかったですけど。せっかく下北に来たということでちょっと行ってみたい場所がありまして、はい、こちらです。北沢八幡神社。下北沢にもこんな立派な神社があるんですね。本当に神社好きなんだね。なんて言ったってもうこれで火ついてますから僕。神社とカレーの日本塾。さあ行きましょう。芸能のね、関係のお願い事が多いみたいな。まずは神様にご挨拶をしに行きたいと思います。御朱印受付、御朱印をお願いします。ただいま御朱印のご用意が何体かございまして、はい、こちらがヨルザのご主人なので、はい、こちらが通常のものでございます、はい、こちらはもう限定1000体になりますので。限定1000体、はい、それでお願いします。限定に弱いな、欲が見えちゃってましたかね。大丈夫ですかね。ありがとうございます。どでかい、豪華。もうね、2つ目やね、それ。いやいや、実はあの本格的に集めさせていただいてますんで、多分知らない間に一冊終わろうとしてます。お願い事です、
足りないものが見つかりますように、堀夏樹ということで。深いね。深いです。もう自分にねとっても足りないもの、グループにとっても足りないもの、カレーにとっても足りないものさっき何が足りなかったのか、初めてのカレー作り美味しかったんですけど、何かが足りなかった、その何かが見つからなかった、正直未だになんかモヤモヤしてはいるんですね。それが今日見つかりますように、よろしくお願いします。いろいろとショップが並んでますけども、こういうレトロな古い道具とか売ってるお店もちょいちょいあるんですよ。ちょっと見てみてもいいですか。行きましょうか。よっしゃ。お邪魔します。すごいな、大きいおもちゃ箱入ったみたいで楽しいですよね。石鹸とかもう珍しいんじゃないですか、こんな紙に包まれた石鹸とかって。え、何これ、国語ノートっすか。うわー、めちゃくちゃレトロ。この電話やばいっすね。可愛らしいっすね。今の若い世代にドンズバ逆にハマるんじゃないですか。なんかレトロなもので興味あるもんってあるの。やっぱ食器系ですかね。これぐらいだとカレーにちょうど良くないですか。いや、なんかどうしてもカレーを盛るお皿って無機質になりがちじゃないですか。ちゃんと装飾されてる、真ん中にご飯があって3種類の色とりどりのカレーたちが並んでる、華やかですよそれは。本当にカレー軸番組になってお皿からこだわっていくっていうのもやっぱいいですね。これ一番欲しいですね。欲しい。はい。ちょっとクイズ出しますんで。はい。それに正解したら差し上げます。お、マジっすか。はい。よっしゃ。これは何に使うものでしょうか。はい、ほー。え、触ってみてもいいですか。はい、ちょっとそれは本気でかからないと、これは。これはちょっと歯が止めてありますけど。はい。あ、本当だ、何かしらの歯があるんですね。ここに開けると、なんだ。ちなみにこれはどれぐらいの年代の。昭和30年代から40年代。めちゃくちゃむずいぞ。なんか削ってますよね。キュウリの千切り機、大根おろし機。むずいですってやっぱ。はい、正解は。正解は、え、氷削り器。はあ、これでかき氷ができますよってこと。なるほどね、こうじゃないんですよ、これをこうだったんですよ。でここに氷が溜まって、うん、むずいってむずいよ、難しいですってこれは。ということで、はい、残念でした。残念でした。バッサリ。下北といえばっていうところ行ってみたりとか、うん、意外な神社に行ってみたりとか、もうあの番組的なところはとりあえずもうあのこなしたんで、まあ早くカレー連れてってくんないかなみたいな。そうだね、はい、と思ったんですけど、はい、今日日曜日で。そうなんですよね、日曜日で取材させてくれるところがね、うん、ないんですよ、ね、ちょっと準備不足。代わりといってなんですけど、あのこちらをどうぞ。ちょっと違いすぎませんか。これだってどう見たってアイスっすよね。カルパシカリースパイスジェラート。スパイスジェラートです。予約の取れないカレー屋さんって言われてる超有名店のジェラート。超有名店までじゃあ行ったってことっすよ。行ってジェラート買って。なんでですか。あと一歩だったのにカレーまで。いや、日曜だからそこがちょっと厳しかったんですか。日曜は厳しいんですよ。色はね、白と茶色でね。そう、2種類。あ、やかましいっすね。カレーカラーじゃないんですよ。スパイスのジェラートって
スパイスジェラートだ。すごいですねこれ。スパイシーな香りするし、うん、いやしょっぱい感じもあるんですけど、うん、ちゃんとジェラートだ。ミルクっぽさがすごいある。茶色方もいってみます。あ、こっちはチョコだ。チョコっぽいけど、やっぱり最初に来るのはスパイスっすね。いや美味しいっす、はい、でも多分ですけど、はい、スパイスしっかり効いたカレーを食べた後に食べるもんだと思います。そうだね、はい、じゃあもう一個あるんで、こちらどうぞ、はい、スパイスケーキです。スパイスケーキ、あのスパイスつけりゃいいってもんじゃないですか。いや流行ってんですよ。本当ですか。人気があるんです。さっきからそうなんか本当にスパイスとりあえずつけとけこいつにはみたいな。いただきます。うん、早い。スパイスまでが早い。でもちゃんと甘いで、なんか喧嘩してない。しっとりとしたケーキとその中にスパイスの香りが見え隠れしちゃって、美味しいっすねこれ。よかった。どうでしたか今回の下北沢の旅は。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。今締めようとしてます。嘘でしょ、うん、カレー食べずに。あれそうですね、今のところ取材がちょっと。ちょっと、はい、メインが軸ですよこれ、はい、番組の。ちょっとそれはないですって、はい、頑張りましょうもうちょっと。そうですね、粘りましょう、はい、テイクアウトいいですか。いや、いいかと言われればいいですけど。あ、はい、わかりました。じゃあテイクアウト。なんすかそんな感じ。じゃあ嫌ですよ。店行きます。店、店、はい、もう突撃取材ですわこうなったら。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしてコメント欄にて僕にやってほしい企画などたくさんお待ちしております。